それではですね、今回は PID のですね、この自動のチューニングを使っての調整方法をやってみたいと思います。いつもの通りですね、下準備がいります。ですね、 PID に関しては全部0、パワーが100で、この反転やこの時極数というのは各々の設定を使ってください。それと適用 PID 現コントロールは全部クリックを外してください。そして詳細タブのこのゲインマルチはデフォルトの1でいいです。そしてフォローモードは、まあ、これは一応ロックモードでいきたいと思います。あとは何か、ですね、あ、そうだ、それとですね、今わざとこのウォールのカメラバランスを外しています。それとピッチのバランスも崩れています。で、今回はこの状態でやります。どういうことかというとですね、ピッチとロールのバランスを取ってしまうと実際の数字がね、今一つなんですよ。これが使えないような数字になってしまう。で、用に関してはですね、もともとこのカメラのとモーター全部の負荷を用モーターが背負っているので、これはほとんど正しい数字だと思って大丈夫です。ではやってみましょう。まずこの自動をクリックします。そしてこの0からスタートっていうのを押すんですが、その前に注意点、このフィルターっていうのはね、外してください。それとこのアップデートホニャララとか書いてあるのも、これも外します。これを入れとくとですね、他のプロファイルの数字に影響するっていうか書き換えられてしまいますので、ここは外してください。で、この一番上、より高い成分にしてやっていきましょう。開始ボタンを押します。用軸はですね、トックの前にマックスを超えてます。ということは、この状態ではまだ D が足らないということかもしれないですね。はい、終わりました。それではですね、とりあえず今、どこのモーターの音も鳴ってないので、次に行きます。今度は現在の値からスタートというのをクリックしてですね、また
この開始ボタンを押します。はい、できました。でこれで停止を押して、この数字が PID ということです。でここで考え方なんですが、とりあえず今このパワーが100に対して、例えば陽の場合は124ですよね。で実際このパワーだと動かないと思うんですよ。ことはこう 1.8 倍180とか入れますよね。そうすると180を入れて高くするんで、その分の値をここを低くしてやると、その124の 0.55 すると約ここが68と68で、上に関しても上っていうかロールですね、これを180入れましょう。でそうするとここの部分の P が46、そしてこの切り返しではそこまで数字いらないといいんですよ。150にしましょうか。とその分にここを下げてあげましょう。77×0.66。ここが50で、はい、書き込みます。この数字がもしかしたら使えるかもしれませんよね。でこれをベースとしてですね、自分で設定していくようになると思います。今回は以上です。